いらっしゃいませ。あ、カエルが喋った。誰かが腹話術で操ってるんですか違う先ほどは失礼なことを言ってすみませんでした。喋るカエルに会うのは初めてだったので。こちらのテーブル席へどうぞ。ご注文は、カプチーノですね。少々お待ちください。 私、コーヒー占いができるんです。カプチーノを飲んだ後に、占ってあげましょうか。ふんわりラテアート。早速働いてください。コーヒーのお供に、パンはいかがですか朝のコーヒーは美味しいです。できました。どうぞ。ご注文は <laughs> ここで終わりですか本当に。私の特技香りだけでコーヒーの銘柄を当てることですかね砂糖とミルク必須ですが。<noise> うちの喫茶店は夜になるとバーになるんです。父はそのマスターをやっているんです。<noise> 私の夢ですか うちの喫茶店を継いで、立派なバリスタになることですね。あ、あの、私は抱き枕じゃありません。ココアさんのような真似はしないでください。あ、王子。昨日はご来店ありがとうございました。 こんなところで会うなんて、占い通りです。昨日のコーヒー占いで、明日、気になる人と再会するって出てたの忘れたんですかラビットハウスの皆さんも、王子のことが気になってたみたいです。喋るカエルですし。い,いえ、私は別に。それはそれとして。 お願いしたいことがあるのですが。ジャンプすると背が伸びるって本当かな赤い石畳の部分だけ踏んで帰りましょう。こ、これはまさか工募金の仕業 <laughs> ジグソーパズルを完成させるために力を貸してください。よろしくお願いします。パズルは好きですし、苦手ではないですが、8000ピースもあると手強いですね。王子が作ってくれたところと合体、こっちとそっちも、だいぶ形になってきました。 みんなでパズルをやるのって楽しいです。あと少しで完成するのが寂しいくらい。やりました完成ですこのパズルは王子にプレゼントします。今日の記念にどうぞ。その知恵の輪はおじいちゃんの自作です。いつか自分の力で解いてみせます。 そんな、あと少しで完成するのに。